ようこそお参りくださいました。本日はですね、熱中症のお話を少しさせていただきます。この動画をですね、撮影しているのが6月の10日でございます。実はこの2日前ですね、私熱中症で寝込んでおりました。週末、まあ土日でですね、まあ祈願、ございまして、その奉仕をしておりました。おそらくですね、その時かな、その時ぐらいでしょうかね、ちょっと熱中症気味になりまして、日曜日の夜、そして月曜日の朝ぐらいですね、ちょっと熱が出まして、その日の晩にちょっと病院に行って点滴を打ってきました。結構な高熱出したんで、まあ、時期が時期ですので、もしかしてあれかなとも思いまして、まあ、ちょっと電話して相談して、病院の方に行って、まあ、熱中症ですということで、点滴を打って、ちょっと、昨日まで自宅でおとなしくしておりました。まあ、例年夏になれば、まあ、熱中症、まあ、もちろん気をつけなければなりません。それなりにですね、毎年、対策をとっているつもりでございました。まあ、水筒をですね、ちょっと多めに持ってって、あと、塩飴とか、そういった塩分を取ったりとか、なるべく気をつけるようにはしておりましたが、まあ、それもですね、まあ、7月、8月ぐらいになってからですかね、準備をし始めるのが。6月は例年、特に、まあ、熱中症対策は行ってはいなかったので、ちょっと例年より早いな、ちょっと油断してたな、と思った次第でございます。まあ、今年が6月なのに結構もう気温が上がっているというのもあるのでしょうが、やはりですね、マスクを着用しているというのも、まあ、熱中症になりやすい要因なのかもしれません。特にですね、祈願とかの場合、当社ではですね、あくまでも当社では祈願の場合、こうした、まあ、市販のマスクに加えて、こうしたですね、信じ用のマスクを上に重ねております。マスクの二重ですよね。二重掛けですよね。こういった感じで、奉仕をさせていただいております。まあ、着物を着て、その上に仮着の装束つけて、そして、マスクを2枚。うん。確かに例年以上に熱中症を気をつけなければいけないですよね。というのを私はちょっと甘く見ていた、ちょっと油断していたということで、熱中症になってしまいました。まあ、この失敗をですね、まあ、教訓にですね、こういった、ドリンクですかね、それと、あと、お下がりのお塩をですね、常時、携帯しております。これをですね、まあ、適時舐めて、熱中症に気をつけていこうかと、これからは思います。神社でですね、まあ、熱中症にかかるというのは、神職だけではなくて、もちろん皆様にもその可能性はございます。まあ、神社によってはですね、周りが、まあ、森に囲まれて、しかし、こうした、社殿の前とかは、まあ、影がないところ、また、玉砂利とかがあってですね、照り返しが強い、そういった神社もあるかと思います。なので、神社にお参りする際はですね、社殿の前までは、日よけの帽子とかはあった方がよろしいかと思います。まあ、日傘とかですね。であと、水分補給も、まあ、適時していただければよろしいかと思います。私もですね、夏場に、まあ、よその神社に正式参拝をした経験何度かございます。正式参拝ですので、スーツです。もうスーツ、黒系のスーツを着て、お参りするわけです。夏場の神社、まあ、場所によっては、御影石のところとか、照り返し結構強いですよね。そして、まあ、広い境内ですと、影がない、いうので、まあ、直で日差しを浴びる。正式参拝を終わってですね、こういった500ミリリットルのペットボトルですか、ごくごく飲んでもうすぐなくなったっていう、そういった経験があります。なので皆様もですね、夏場に神社にお参りする際は、そういった日よけの帽子や、日傘、あと水分とかですね、そういった熱中症対策をぜひ用意をしてお参りいただければと思います。まあ、今はですね、6月でございますが、まあ、これからどんどん暑くなるかと思います。まあ、私もですね、これから暑くなっていく中、
まあ何か対策、もうこれからもっといい対策ないかなと考えていこうかと思いますので、皆様も夏場神社にお参りする際、まあ、熱中症にならないように、ぜひ気をつけてお参りをしていただければと思います。